はい、じゃあよろしくお願いします、今回は中学校2年生の英語ほにゃららしなければならない丸2疑問文と否定文編をお送りします。で、前回のね、このしなければならない丸1肯定文編で must、これね、と have to についてお送りしました。今回はそれの疑問と否定です。いいね。で、ポイントを含めて1番から12番までありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっとね、自信ないなって思う子なんかは一度ね、説明を聞いてもらえたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、行くか。早速ね、ポイントからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、行きましょう。まずね、must と have to 前回登場して両方とも同じ意味だったでしょ。しなければならないっていうね。だから、どっち使ってもいいよっていう感じだった。ただ、否定文、今回ね、先に出るの否定文ね、否定文になると意味が変わります。ここがややこしいんだよ。で、まず must から。 must を否定文にするときどう使うか。これは must に後ろに not をつけて must not になります。いいね。で、 must not になるとこの意味がほにゃららしてはいけない、つまり意味としては禁止になります。いいかい？してはいけませんっていう意味になる。いいね。そして have to、 こっちの否定はどう書くかっていうと don't have to になります。 don't をつけてください。で、 don't have to でどういう意味になるかっていうと、ほにゃららする必要がないという意味になります。全然違うでしょ。してはいけないっていうのとする必要がない。いいね。この2つをしっかり覚えてもらえればここはいけますので、大丈夫かな。やっていきましょう。では行きます。5番ね、あなたはその本を買う必要がない。いいね。買う必要がないだから青の方、つまりこっちね、 don't have to を使います。で、 you なのでそのまま行くよ。 you don't、 あ、しまった、カットしてないね。 You があるからあなたはカット、 The book があるからその本をカットしていきます。で、 You don't have to と書いてしまって、残りが買うでしょ。だから買うは buy だと。で、 to の後ろだから必ず原形にしてねっていう感じで終わりです。 You don't have to buy the book っていう感じ。いいかな。で、次、彼はそこに行く必要はないよっていうね、これもほにゃららする必要がないんです。つまり下の don't have to を使います。ただし一個注意があって、まずね、 he があるから彼はをカットします。で、 don't have to と行きたいとこなんだけど、主語が he なんだよ。つまり三単元の s がつく主語なので、 don't じゃなくってdoesn't に変わります。いいね。で、 doesn't 使ったらもちろん have に戻るから doesn't have to です。これよくやってしまうのが doesn't の後に has to を書いちゃう子がいます。ね、もともと he って has to だもんね。でも、ここの s does 使ったから原型に戻してね、なんで doesn't have to です。で、あとはそこに行くだね。まず行くだから go です。で、そこっていうのはthere になります。で、普通 go って go to なんとかっていうじゃん。 go to アメリカとかね、 go to 京都みたいな感じなんだけど、 there、 そこね、あと here っていうここがあるんだけど、その2つに関しては to つけちゃダメだからね。 go there、 go here っていう感じで書いてください。いいかな。では7番いきましょう。あなたはここでサッカーをしてはいけませんだね。今度はいけません、もう禁止の方ね、するなよってことを言ってるので、上の must not を使います。で、まず you があるからあなたはをカット、サッカーがね、あるんでサッカーカットしておきます。で、 you のすぐ後ろに must not を使って、まずサッカーをしてはいけない、するが入るから動詞の play が入る。いいよね、プレイサッカーです。で、残ってるここね、さっき言ったやつです。そこは there です。ここは
here になります。 You must not play soccer here っていう感じでいいかな。お願いします。で、8番ちょっとね変わった問題作りました。今回8番ね、空欄になってて7番とほぼ同じ意味の文にしよう。つまりこれね、これと同じ意味、つまり書き換え問題です。で、よく出てくるんだよ。あのね、must not、 今言ったように禁止するなよってことを言う。で、実はするなよって一連の時に習ってるんだよ。1個、それが命令形です。するなってやつで、命令形どう作るかっていうと、最初に don't から始めます。これが命令形ね、するなっていう。で、あとはここでサッカーするなって言えばいいから、 don't の後ろは絶対動詞の原形、Don't play soccer here というふう書き換えを覚えてください。この must not と don't の書き換えよく出てきます。で、次9番、彼女はそれを読まなければいけませんかっていう質問だね。いい？この疑問文いきます。で、C があるから彼女はカットで、リードがあるから読む、 it がそれだから、それをと、まあ、読む、この辺にしようか、カットしておきます。で、ほにゃららしなければいけないっていう文じゃんか。で、だからしなければいけないっていうのはもともと must、have to、 どっちでもいいんだけど、疑問文、質問するときって基本的にこっち使います。have to、 must でね質問することあんまりないんだよ。なのでこっちで言ってください。つまり have to を使うんだったら、今否定文で do を使ったり does を使ったりしたでしょ。だからそれは疑問文でも一緒。主語が C なので、ここを does から質問を始めます。もしこれが you だったら do you って始めてください。今 C だから does ね。で、 does she で have to を使うからそのまんま、 does she have to read it、 あ、 read it か、だね、 does she have to read it だね。これで彼女はそれを読まなければいけませんかっていう質問になる。で、答え方はね、すごく簡単で、まず C で質問してるからもちろん C で答えます。で、does で質問してるから同じくそのまま does で答える。 Yes, she does で、 No も同じです。 C で答えて No だから doesn't、 No, she doesn't となります。いいかな。で、11番、私たちは靴を脱がなくてはいけないだね。で、今回We があるから私たちはカット、 Must があるからしなくてはいけないカット、Our shoes、 私たちの靴だね。つまり靴のことをカット。あと残ってるのが脱ぐですね。脱ぐ覚えてください。2つ使って Take off と言います。この Take off で脱ぐになる。だから逆に off の逆、 on、 Take on にすると着るになります。服とかをね、靴とか履くでもいいけど、いいね。 Take off で脱ぐです。で、ラスト。なんて、こちら。例えば、私は犬が好きですと。ここに、I like dogs があるから、これ、私は犬が好きです。まとめてカットしちゃいましょう。で、残ったのが、例えば。もうね、超有名です。これ、よく出てくる。例えばは、二つの言葉。for と、example。for example と言います。これで、例えばになるので、これは必ず覚えてください。いいかな。では、今回はね、中学校2年生の英語、ほにゃららしなければならない丸に疑問文と否定文編をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、これでしなければならないシリーズ、マスト、そしてハフトゥーについては終わりです。次はですね、シンクっていう単語についてね、取り上げて取ろうと思いますので、もしよかったらそっちも見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。